シードゥのブースに来ています、今日はですね皆さんに話を伺うんですけども、こちらから鈴木マリンの鈴木代表の鈴木雄生さん、それから、BRB ジャパンマーケティングマネージャーの中条さん、それから、BRB のオーストラリアから来ましたロイドと言います。ロイドさん、あ、じゃあ、3人にお話聞きますんでよろしくお願いします。この RXTX300 について、特徴を簡単に教えてもらえますか。一つ目は安定性になります。で ST3 ハルという新しいハルをまとっておりまして、下がですね V 型の切れ込みが非常に切り込んだ形になっておりまして、走るときにもう波の影響を受けずにですね安定した走りができるようになっています。自分はもう当然ながら試乗したこともあるんですけど、 V がちょっとこうきつくなってるんですね、はい、その分やっぱり波が、大きな波が来たときに今までの RXT だとドンという衝撃があったんですけど、 V がきついということで波を切ってくれる、だからシュパッとこう衝撃があまりないということですね。すごくいいと思います。でコーナリングもはるかに良くなってます。後ろから見るとかなり広くなった印象あるんですけども、はい、この安定性という意味では、それもねやっぱり止まってる、停泊している時にこの振れがかなり減ってますね。 2.5 センチずつ、約5センチ大きくなったってことじゃないですか、両サイズで。それと今までの船で比べるとやはりこの端っこに乗った時なんかも浮かぶ力は強いと思いますね。ハルが大きくなってるから、うん、今度このチャインの部分、ハルのこの部分が引っ込んでるのがあります、はい、わかりますね。これが何かというと、うん、停止してる時はここの浮力を大きくしてるわけですね。で滑走してスピードが出てる時にはここがつかず、この下の部分だけ出してるわけです。よく考えられてます。これは次に言ったのが収納ですね。で収納がですね、ご覧のように座った状態からすぐ目の前に収納を置きましたので、座った状態で中のものが出し入れできると。今までのモデルは前にありましたので、座った状態で中の奥の方のもの届かなかったんですけれども、確かにそうですね、非常に利便性が増しております。まあ、後ろが広くなっていていろんな使い勝手が増えているというポイントになりまして、クーラーボックスであったりバッグをワンタッチで取り付けすることができるようになっています。このあたりどうですか、実際にお客さんに説明した時の受けっていう。そうですね、これの面白いところはもう本当に先ほど言った通りいろんなこのアイテムがありまして、例えばシートをこう外した時にこのシートをこっち側に持ってくるっていうこともできるんですね。お客さんね、これを持ってくる。で、自分がこっちに座り、例えば相手の方はこっちに座り、この真ん中にこのテーブル代わりにこう置くじゃないですか。こういった形でこう机にしてこういろいろ食べたり飲んだりとか、安定性がいいからこそできるような形で、はい、ここに座れるようになってます、ご存知の通り今までウェイクをやりたい場合にウェイクポールってやりましたよね。ワンタッチでこれを外してワンタッチに装着できる、こういったような いメリットが非常にあると思います。雄生さん、このスピーカーどうですかね、販売店お客さんの受けは。そうですね、今年のシードゥのこの目玉だと思うんですけど、もう初めからもうスピーカーとかそのアンプが内蔵されてるっていうことですね。これは非常にいいことで、今までほら、カスタマイズ普通のうちなんかでやっちゃうとどうしてもこの接触量とか起きちゃうわけです。だけどメーカーさんがやってくれるということは確実に、まあ、川崎さんも含めていいようなものを出してきますから、これもまあ使ってみてちょっとどうかはまだ分かってないんですけど、かなりいい出来だとは思いますね、はい。このシートを取り外すとどうなってるのかちょっと見たいんですけども、まず簡単なのはシート外すだけでほとんどが見えちゃうわけですね、はい、だけどほらすごく几帳面な方はやっぱりもっと奥までちゃんとに洗いたいって方がいっぱいいらっしゃるじゃないですか。そうしたらこの10点のネジを外してあげれば軽く簡単にこう全部開口部を開くということです。そうすると約ここまで開くんでほとんどエンジンが丸見えですね。だからすごくメンテナンス性はいいと思います、はい。2018年このニューモデルを、心待ちにしているユーザーに最後一言お願いします。はい、ですね、まあ、今ご紹介した通りですね、非常にいろんなところが革新しておりまして、新しくなってもう乗ったらすぐに良さが分かってもらえるようなモデルになっておりますので、ぜひですねお近くの販売店の方に足を運んでいただいてお確かめください。気に入っていただくこと間違いないと思います。ぜひお願いいたします。今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。